あらさ。あら、八ウやぶんどこで見ていたかおせんは庭へ飛び出してきましたこの不気味なうちの中でもおせん一人だけは陽気で明るくて往復そうでさえありますまたうるせえことが起こったそうじゃねえか調べてくださいよ次から次へとあんな嫌なことが起こってはかなわない慶三郎はどうした あの人もかわいそうよ。そんな気の利いた悪事などのできる人じゃないのに。ひどく甘く見られたもんだね。平治は庭に立ったまま静かに辺りを眺めました。慌ただしく動いていて、まだこの豪勢な大滝家をしみじみと観察したことがないような気がするのです。いかにも堂々たる構えです。この中に不気味なことが次から次へと波状攻撃するのは、 なんとということでしょうでも一体どんなことが一番悪い証拠だったんだ駒込の虎松兄はむやみに人を縛る男じゃねえが平次は庭石のそばにくねくねと立っているお線に問いかけました「物置の2階に啓三郎さんの手拭いが落ちていたんですってバカな話ね」何がバカださんんが落としたんじゃなくって 石臼の仕掛けをしたくせ者が敬三郎さんに疑いをかけさせるつもりで手ぬぐいを捨てていったらどうでしょう八冠目もある石臼を持ち込むくせ者なら手ぬぐいくらいは何でもないじゃありませんかおめえはうめえことを言うな <laughs> 私はとんだちいせいでしょうどなたもそうおっしゃいます ともかく、そんなことで、敬ボ郎を縛っちゃかえそうだ。俺がそう言うと、虎松兄に悪いから、しばらく次説を待たなければならねえが、待てよ。それにしても、その、板倉の物置とやらを見ておかなきゃ話にならねえ。平次は、水戸前の土蔵の一つ、一番母屋から離れている、板倉の物置に、帆を移しました。汚染は、物好きそうにそのくせ、おっかなびっくりで、後からついてきます。 板蔵は3軒に6軒ほどのかなりのもの一部には薪や炭を積み一部には小作人に使わせる百姓道具や植木道具などが入りかなり混然雑然としておりますがそれでも荒っぽい2階建て2階の床はいざという時は建築用材にもなる大きい板を針に並べただけ釘を1本も使ってないので 少しの細工でそれが手軽に落とし罠にもなるわけです平次は二階へ登ると足元を用心しいしー奥へ進みましたなるほどむしろをかぶせて怪しいものが積んでありそれを占領箱と見せたのでしょうが共同の占領箱騒ぎがなければ誰もそれを大金を隠したものとは思わなかったでしょう「ここに慶三郎さんの手ぬぐいが落ちていたんですって」 後ろからついてきたおせんは床板が一枚抜け落ちてポカリと開いた穴のそばを指さしましたおせんさん二階来るのは構わねえけれど危なくはねえかな一つ踏み間違えると赤旦那のように下の叩きに落ちるよ平次はそう言いながら二軒もあろうと思う目の下の叩きを見ました滑り落ちた仕掛けの床板は片付けてあって叩きの上には 大きい石臼が不気味に転がっているではありませんか大丈夫よ親分私は両国の小屋にいたくらいだから高いところのゲ芸当は平気よ汚染は薄暗い中でにったりするのです貧しい芸人だった全身を隠そうともしないこの娘には思いのほかに淡白なところがありますだがあの石臼は重いだろうな 平次は二つ離れ離れに転がっているメウスとオウスを上から眺めました二つで十五六巻上へ上げた取っ手のついた方のメウスだけで八巻はあると虎松親分はカンカンを引いていましたよあれを二階へ持ち上げるのは容易のことじゃあるね狭くって危ねえただの九つばしもだ慶三郎にそんな力があるのかな若いくせに 日陰のウドみたいでヒョロヒョロして力なんかありゃしませんするとあの臼をあのはしごから二階へ持ってこられるのは誰と誰だ平治は突っ込んだことを聞きました番頭の中吉丼と若旦那ならできるでしょうが女なんか二人がかりでもダメねはしごが狭すぎるあの石臼は力のあるもんなら抱いたままはしごを登れるが 背中っったら、後ろへ敷かれてしっくり返る。<laughs> 石臼をしょったままはしごから落ちたらどんなことになるでしょうその格好を想像したものかおせんは若くて想像力のたくましい娘らしく一人で面白がっているのです平次はふと思いついてちょうど床板のなくなっているあたりつまり石臼の真上にあたる穴の上を走る 針に手をかけました低い物置小屋ですから平士が背伸びをすると頭の上の針に手が届くのですこんなことじゃねえかと思ったよどうかしましたか親分真上の針のその穴の上はほこりがなくってツルツルに磨かれているぜクセモンはその石臼に砂をかけて上から敷き上げたのさまあしかし容易なことじゃねえな 八巻目の石臼でも、下から綱で楽々と敷き上げるには、その倍もの力がいるだろう。平次は、目分量でそんなことを考えております。針に当たる綱の摩擦や、臼と人体と移った二階と階下の綱,の綱の長さの関係などを考えると、これは非力のものや、女子供にはできないことです。石臼は、上も下も下に置いてあったことだろうな。 メウスかオウスか一つでも下にあると話は簡単です二つ重ねてたたきの隅に転がしてありましたこの辺りにはそのほかに重いものがなかったようですお染の説明は行き届きます打ち明け話親分こんなところにいたんですかおおせんさんも一緒で。八五郎は下から 大きな口を開けて見上げます。すまねえな、ハチ。おせんさんはおめえと組み合わせるはずだったね。余って相方をからちゃって。平次は少しからかい気味です。あら、親やぶ、そんなこと。おせんはひどく照れておりますが、ハチゴロウはまんざらでもない様子で、顎をなでたりしております。ところで、ハチ、マグロゴロウエモにあったか あましたよ。あの長屋を訪ねていくと、この上天気の真っ昼間を、肌中等だと二人、枕を並べて寝ているじゃありませんか。鍵も閉まりもねえから、いきなり入っていくと、二人はおや、ほや、賃客がやってきた。何にも言わずに、三百割かせと言うじゃありませんか。あさらしくしみったらな無心だな。 聞くと一文無しになって三年目から寝ているが我慢がならなくなって先に起き出した者が小銭の工面をして飯の支度をしなきゃならねえさて腹の減ったまま寝ているのも辛いもんだ口はカラカラに乾く目はパチパチ音がしそうにさえてもうお買って水を飲みに行くのも空だと昔やがるそれから大福と豆餅と煮しめと二三百文買ってきてやると ここからのこのこを追い出して、いや、食うの食わねえの。毒だな。その上言うことが憎い。もう何でも白状するから聞いてくれときた。であの、湯島のヤクザレンタロウのことは聞きやしたよ。すると間違いもなくその野郎は踊り屋台の楽屋へ出馬包丁を持って潜り込んだにげえねえと。待て待てハチ。そいつは嘘だよ。推しでは出馬包丁で殺されたわけじゃねえ。 平イは驚いて止めました。マグロゴロウエモンなどから筋の通った証言を得ようとしたのが間違いだったのです。もっとも、マグロゴロウエモンはそう言いました。思い切ってピカリと光らしてみねえ。俺たち二人は、ペンタロウとやらがお秀でをなぶり殺しにしている現場を見届けたことにしてもいい。いつでも証人に立ってやる。もっとも五両と弾めば、拙者が下死人だと申し立てても構わねえと。 肌中なかとうだが、舌の雨ぞろしながら言いやがる。もういい。あんなものを相手にしたのがこっちの間違いだ。ところで俺は少しおせんさんに聞きてえことがある。<laughs> どうぞ。もやへ行くのも変と思ったか、平次はおせんを誘って、そのまま物置の前のぬれ縁に腰を下ろしました。おしがいじゃ邪魔じゃありませんか、親分。こういうことがぬけぬけと言える八五郎です。 あ,あやろうみんな聞き止めておいて、女をくどく使用書にするがいい。ところで、おせんさん。ハチの野郎のことを気にせずに、みんな話してもらいたいがどうだろう。あら、怖いわね。今までだってみんな申し上げたつもりなのに。おせんは少したじろぎました。いつにもない平時の調子は真剣だったのです。手っ取り早くいや、おせんさんの素性が知りてんだよ。 そう聞いたら、おめえは嫌な気持ちがするだろう。二人殺されて二人まで殺されかけた。こんな騒ぎのあった後だから。でも心配するこっちゃねえ。おめえの素性を洗い立てて、下死人の宴を着せるわけじゃねえ。他に大変なことがあるんだよ。大変なこと法政知れるこったから、話しても差し支えあるめえが、当分これは内緒にしてもらえて。実はなおせんさん、この間殺されたこのうちの主人、 大滝文五郎には隠し子がもう一人あったんだよ。<laughs> 吉野家の女将のお今の産んだおひでというのは、大滝文五郎の隠し子であったことは、今じゃ誰でも知っているが、文五郎は若い時誠に放らで、おひでの他にもう一人、誰も知らねえ隠し子があったというんだ。今の女将のお妻さんは、あの通りの希少者だから、 文五郎もそれを打ち明きかねて、そのうちそのうちと思っているうちに、あの通り人手にかかって死んでしまったらしい。そんなことは、親分。嘘でもこしらえ事でもね、本当の話だ。それに、これは俺だけの歓迎だが、隠し子は男の子でなくって女の子に違えねえんだよ。男の子なら、大滝の主人が後取りに、当園の銀之助を養子に入れるはずもなく、押し出が殺されても、 一通りがっかりはした様子だが、ひどく気を落とした風もなかった。それも、女の隠し子がもう一人いるからだと思うんだ。お上のお妻さんに、こいつはうっかり言うわけにもいかず、おめえとおみわに聞くほかはねえ。番頭の中吉も、老いの慶三郎も、多分何にも知っちゃいめえ。文五郎という人はそういった、誠に始末のいい人だったらしい。平次はこう説明するうち。 汚染の表情は見事でした驚きとも恐れとも喜びともそれは言いようもない感情の往来が隠しても押し包んでも及ばずあからさまに美しい顔の上を動揺するのです。